8月20日木曜日、小学生を対象とした科学体験教室が児童センターで行われ、およそ20人が参加しました。児童センターが主催するこの教室は、実験を通して科学の不思議や面白さを子どもたちに知ってもらおうと年3回開催されており、今回は夏休み期間中を利用して行われました。講師を務めたのは子育て支援センターでんでん虫の今泉博センター長で、偏光板の性質を利用し棒が壁を通り抜ける不思議なボックス作りや、白色と黒色だけで模様を描いたコマを回すと違う色に見えるといった目の錯覚を利用した実験が行われました。そうそうそう、あんまりねギューッとしてる壁が見えた。難しいな、はい、参加した子どもたちは科学の不思議に魅了され、友達と夢中になって実験に取り組んでいました。壁あるように楽しかった。いろんな色になるところ。いろんな色になったの？どんな色？黄色色になった。ブーブーゴマ回しきれた？最後難しかった？回しきれた。もう3回ぐらいぐるぐるしてへーって